こんばんは、平井博明です。今回はですね、ゴルフの基本について動画を撮っていきたいと思います。今更と思う方もいらっしゃると思うんですが、その基本がですね、最近ちょっとおかしなことになってるとかですね、そもそも本当の基本を知らずしてゴルフをやられてる方って結構いらっしゃるんで、これはゴルフの基本ですよっていうことをお伝えしたくて動画を撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。僕その基本は何って登録に聞かれた時に、基本はこうだよって LINE の方で送ったんですけど、それ僕にとってすごく一字一句自分で言うのも間違いたくないんで、今日は携帯電話を見ながらお話しさせていただきます。その文だけですね。じゃあ読ませていただきます。基本、ゴルフのスイングの基本はやり続けることではなく、初心者の方や中級者、上級者の方が悩んだ時に戻る原点。なぜやり続けないか。基本は感性ではないから、動きでしかないんです。基本はあくまで目安になるので、その目安から自分なりの打ちやすい動きに変えていくスタート地点になります。ここ最近では基本が2点3点していたり、もともとあった基本からずれてきている。それはゴルフ自体が変わってきているからだと思います。ミスショットの原因がわからない一つも一緒ですね。理論がミスショットの原因なのか、クラブなのかの判断もつきづらくなっています。その理由が道具の進化、スイングの進化があるからです。30年前とガラッと変わってきているっていうことが理由の一つとして挙げられます。基本の前提に、動きとして一番簡単と感じる動きでなきゃいけない。それは基本は無職だからである。しかし今、基本の動きが難しく感じる方が増えてきている。その理由が実力より応用理論が先行して、基本をやらずに流行りの応用理論を先にやってしまうからだ。なぜ基本を先にやるのか。応用理論というのは何かに特化している動きなので、調子を崩した時にゼロに戻る場所が応用理論になってしまうから。本当は基本に戻ることが一番の治療法なはず。しかし今の時代、レッスンに行かなくても動画なので、独自の理論や独自の解釈でゴルフスイングを作り上げている方が急増している。だから基本が難しいと判断してしまう方が増えているということだと思うんです。僕はこれ、僕が全部書いて登録に送った文なんですけど、まあ本当その通りですね。その通りって自分が今言ったんですけど、僕はレッスンをやっていてこう思うんです。こう思うって、今の文がもう全てって言っていいぐらい今思うことですね、理論に対して。だからその基本を学ばないというのは、本当の基本というのを知らなかった方が多分次世代にゴルフを教えてるのも理由としてあると思うんですよ。なんで基本って難しいことは一切やらないんですよ。もちろん本当に誰でも基礎基本としてやれるぐらいのことしか、基本として例えば教本だったりに書いてないので、難しいことって書いてないんですよ。本当にできるものしか書いてない。ただできるものでどこまでゴルフできるかって言ったら、スコアが出るかって言ったら70台は絶対出るんですよ。それに例えばじゃあ基本ではもうこれ以上伸びないよというんで、初めてその基本に対しての応用理論っていうのがどんどんできてきて、その基本がどん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 ちっちゃく感じてきて、今その基本が見えなくなってっていうのが多分今日本のゴルフ界だと思うんですよ。だから例に挙げたら本当申し訳ないですけど、例えば今ゴルフを始めていきなりレッスンでシャロースイングをやらされました。実際そういう女性の方がいたんで言いますけど、シャロースイングをやらされて、それでじゃあゴルフの調子が悪くなって何も分かんなくなっちゃいましたって言ったら、その人の戻るところってシャロースイングになっちゃうんですよ。それってすごい難しいところに戻らなきゃいけない。もしかしたら戻れないかもしれないんですよ。そういうことって基本とは外れてるっていうことなんですよね。やっぱり基本っていつでも一旦戻れる場所じゃないといけないはずなので、一番最も動きとして簡単なものが基本としてあるんですよ。例えばボールの位置だったり、アドレスの姿勢もそうです。スイングの振り方なんかも基本として多少はあると思うんですけども、今本当それこそ YouTube 雑誌なんかでこうやったらもっといいですよという基本から外れてること、応用理論っていうのがすごい多いんですよ。だからどれが基本なのか、どれが応用なのかが分からなくなっている方も結構いらっしゃると思うんですよ。なんでそこの一旦基本に戻る、基本を知るということがすごい大事なんですよね。基本ってやった方がいいのかな。名前ついてないやつとか。そう、ほとんど名前がないやつが基本。名前ついてたら応用だと思った方がいい。うん、
だから形でしか説明できないけど、ちょっとアドレスからやった方がいいのかな。そうだ ね、クラブ知ってる怒られるやばい。まずボール位置、ボール位置の基本っていうのが、基本やっぱ真ん中ですよ。これ7番アイアンなんですけど、7番アイアンだと大体基本の位置って真ん中付近なんですけど、フルショットをするティーアップしない下から打つクラブっていうのは、ほとんどがヘッドが真ん中と思ってください。ヘッドがご自身の真ん中にセットアップする。だからボール抜きにしましょうか。今一旦何もなしで構えた時に、こうヘッドが自分の今これ真ん中に来てるんですよ。多分カメラの正面だとここだと思うんですけど、ここがヘッドが僕の今真ん中に来てると思うんですよ。これが基本です。もちろんボールの位置っていうのは真ん中より自然と1個左になるんですよね。ここがボールの位置真ん中だとしたら、ここにヘッドを置きたいんで、これだとヘッドとボールがこう被っちゃうんで、これだと構えられないじゃないですか。だからここにヘッドを置きたいんで、ボールの位置を1個左にずらすんです。そしたらこう仲良しできるじゃないですか。この位置で、まあマットにまっすぐだとこの位置ですよ。この位置が基本の位置なんですよ。で今これ7番構えてます。でウエッジとかショートアイアンだとボールが真ん中になるってよく言うんですけど、これじゃあ左足残しといて、これ次ピッチング、まあ、長さが短くなるんで近づきますけど、さっきこれ7番の位置なんですよ。これだけどピッチングだとスタンス狭くなるじゃないですか。そしたらこの位置になるんですよ。そしたら今7番より右足がちょっと近づいたんで、ヘッドが真ん中だったのに右が近づくとボールが真ん中になるんですよ。これが基本です。だから右足が、例えばじゃあ今さっき7番、ピッチングで次5番やユーティリティってこうなってくるのが基本なんですよ。だから基本っていうのは、この左足の位置っていうのはこう左右には変わらないってことなんですよ。ボールと左足の関係っていうのはずっと一緒で、右がこうやって開いていくっていうことなんですよね。それが基本です。だから名前は知りません。ないというか、これがティーアップすると打点がずれるじゃないですか。下に置いてあるボールを打つところの打点とティーアップしてるところの打つ打点って絶対違うんで、ティーアップして、そのティーアップが高ければ高いほどボールって左にずれる、置いた方がいいですよ。だからすごいハイティーだったらこういう風に構えた方がいいですよね。だからドラゴン選手とかこうやって構えるじゃないですか。こうやって上がり際ティーが高いところで当たるんで、ボールをどん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 左に置くんですよ。地面に置いてあれば置いてあるほどボールは体の真ん中に近づいていく。これが基本のボールの位置になる。でこれ基本言ったら多分この1本の動画で収まりきらないぐらい基本っていっぱいあるんですけど、例えばアドレスの姿勢なんかは逆を言えば基本がないというか、自分が打ちやすい姿勢を取っていただいた方がいいんですよ。だからその中にも細かい基本があって、例えば猫背にはしないでくださいね、張りすぎは良くないけどもこういう姿勢は良くない、お尻はなるべくこうやって突っ張ってあげてくださいとか、そういう基本っていうかアドレスの姿勢は多少はあるんですけど、ボールの位置とか確定的なものって姿勢ってあんまないんですよ。その人の格好、動きやすい格好が基本になるので、だから動きとしては、例えばこう動いてる最中のことっていうのは基本の動きとしてまあ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 出てくるんですけど、アドレスのボールの位置だったり動きっていうのには基本が結構出てくるんです。でもその構えた姿勢、今からスタートしますよっていう姿勢は決まった形はないというか、動きやすい形、ボールの位置が決まってればそれなりに同じような格好になりやすくなるので、その形を取っていただいた方がいいですかね。あとは、まあ、頭を残すって言うんですが、それはどっから来た基本だか僕は分かんないんですけど、頭を残すっていう言葉の前に前傾姿勢が崩れてなかったら、要は頭残したって残さなくたって変わんないんですけど、前傾姿勢が変わらないように頭を残せっていう感じになったんですよね。で頭を残しすぎると体が回転しなくなるんで、またまた問題が出てくるんですよ。そうだから頭残すっていうより、アドレスの取った姿勢のこの前傾角度、この前傾角度がなるべく変わらないようにスイングをしてあげるイメージを持ってあげれば、頭を残す必要がなくなってくるんですね。これも基本かなと思います。あとはさっき文面の中でお話しさせてもらった、理論がミスショットを生んでるのか、それともスイングもそうですけどクラブだったりそういうところの部分がミスショットを生んでるのかの判断がつきづらいっていうのも基本をやってないっていうことの中に入るんですよ。基本しかやってない方ってミスがはっきりわかる、でご本人にもわかりやすい。でも応用を今すでにやられてる方っていうのは、何が原因でミスが出てるかっていうところがすごい気づきづらいんですよね。だからそこも注意点の一つになるんですよ、応用をやる時の。そういった部分が基本から外れてると、じゃあ一旦基本に戻りましょうかって言って基本がまた大事になってくる部分なんですよね。
だからちゃんとした基本を知るということはすごい大事なことなんですよ。前も動画で言った理論の表裏っていうのがあるんですけど、その中でこう軸をぶらさないで真ん中軸でこうやって打つ人と、軸をぶらしてこうやって横にこう揺れながら打つ人と、これ両方を基本として思っていただいた方がいいんです。だからそれは打ちやすい方がいいんですけど、あとは手の位置だったり、構えた時のこのあんまりこっちになりすぎててもいけない、こっちになりすぎててもいけない、ただ少なからずハンドレイトにするにしても、ハンドファーストにするにしてもあるんですけど、例えばハンドレイトにしてこうなる、ハンドファーストにしてこうなるっていうのは絶対ダメなんですよ。どんな状態でもハンドレイトにしてもフェイスはターゲットにまっすぐ、ハンドファーストにしてもフェイスはターゲットにまっすぐって、フェイスの向きっていうのは絶対変わらないってことが条件なんですよ。これがもう一回やりますね。まっすぐ構えてハンドレイトにしたら、これ左向くじゃないですか。これダメなんですよ。この時にこうなってないといけない。ターゲットに対してフェイスがまっすぐ向いてる。もう一回戻しますね。それでじゃあ次ハンドファースト、ハンドファーストも手を前に出した時にこうやってフェイスが開くのはダメ。この時にはこのフェイスの向きになってないといけないってことなんですよ。これでわかると思うんですけど、これ今10センチぐらいハンドファーストにしてるんですよ。それでこんだけロフトが立っちゃう、7番アイアン。これだと2アイアンか3アイアンぐらいのロフトの角度になるんですよね。だからハンドファーストってこれだけロフト角が変わるんで、もちろんハンドレイトもそうですよ。だから基本的にはこの番手のロフト通りにまっすぐ構えてあげて、この位置、要はグリップがおへそを向く、もしくはおへその1センチ2センチ左を向くぐらいの構えが一番優しくて理想の構えになるんですね。だからここからじゃあハンドファーストにしたいって言ってこうやって構えるんだったら、やっぱそれなりにリスクはもちろん出てきちゃうんですよ。球を捕まえてあげたいって言ってこうやってハンドレイトにするんだったら、それなりにもちろんリスクが出てきちゃう。だからそういうのを分かった上で基本から外れたことをやるっていうことがもう一番大事なんで、やっぱり基本は知ってるよ、そっからこうやったんだよっていうのがやっぱり自分で説明できた方がいいですよね。そういうことをやっていただいた方がいいと思いますね。分かんないじゃない、調べきれないじゃない、初心者の人どう調べていいか分かんないってなっちゃうから、そういう人たちは何したらいいのかな。まずグリップからだと思うんだよね。基本のグリップは面倒くさがらずちゃんとやります俺基本のグリップっていうのは左グリップした時に親指がクラブの真上にまず来てることと、この人差し指側と親指側のこの合わせ目あるでしょ、このシワがまっすぐこうやって体の正面に来た時にこのシワが自分の顔を向く、顔を向いてるでしょ、この位置が基本の左手側のグリップ、これグリップね。で持ってる位置っていうのは指の根元、指の根元に90度、あ、なんか合言葉みたいになってきたけど、そう、指の根元に90度振ってこう指を握って親指をクラブの真上に乗せて、なるべくこれね、ロングサムショートサムってあって、これはお好きな感じで、それで俺ショートサムなんだけど近づけるのね。それでこのさっき言ったこの合わせ目がポンと体の真ん中にヘッドを置いてまっすぐ構えた時にだいたい顔を向く、その位置に合わせて右手を違和感ない位置にこの辺かなって言って合わせる。そう、だからこれが極端にこうなってたりこうなってなきゃ全然いい話で、この左手グリップが決まったら左手グリップに合わせて右手を添えやすい場所に置いてあげたら、自然と右手の今度この合わせ目が右肩を向きますよ。はい、100点っていう感じ。そう、だから左の合わせ目は顔を向いて、右の合わせ目は右肩を向くのが理想。うん、こう、この位置、こう、この位置。そういう本当に見た目普通、何の印象もないグリップだったり形をすることが基本に近いと思っていただいた方がいいよね。まずグリップ終わったら、アドレスの格好、形っていうのは姿勢は別として、クラブと体の関係っていうのが、アイアンは構えて、これボールの位置と同時進行でいくね、構えた時にグリップエンドとおへその下、要はこのベルトのバックルが、アイアンは1個半から2個ぐらい、今俺2個で構えてんだけど、この位置だね、7番アイアンで2個、
まあ、これはアイアンだったら多分ほぼ一緒でいいです全部、うん、でこの位置が基本のボールとの距離になるんで、その距離っていうのはすごい大事で、これドライバーになると2個半から3個グーが拳この向き、この向きで、そう今ベルトからグリップエンドが縦に拳2個ちょうど、そうこの位置がベスト、これが自然な形に見えてますよね。そうこの位置がいいです。そうこの位置に構えてもらって、そこからスイングをしていきます。これボールの位置とアドレスが決まったんで、次に動きだよね。で動きってもうここからはほぼ基本が合ってないようなものって判断してもらってもいいぐらい、うっすらとしか基本がない。クラブの動き、腕の動きっていうのは動きたいように動いてもらっていいんだけど、その中でアドレス取った時に手のひらって絶対に地面と垂直なんです。グリップしますよ。さっきの合わせ目が顔、右の合わせ目が右肩向く、垂直じゃないですか。この垂直をスイング中にずらしちゃいけないですよ。要はこうやってやったりしないんです。ここからゆっくり上げますよ。垂直、はい垂直きました。ここからこう垂直下ろしてくる時も同じとこ通るんで、常に垂直、フォロースルーも地面と垂直になってます。平がフォローも垂直。そうだからスイング中に両手のひらが上を向いたり下を向いたりすることがないのが基本なんですよ。例えばいやグリップからもうこっち向いてますよしたら、もうそのグリップ自体が基本から外れてるんです。スイング中にこうやって常に両手のひらを地面とこう垂直に動かしてあげたら、すごいシンプルなスイングっていうのができるんですよ。で単純な話、そのひらがずっと垂直だったらボールは曲がんないんですよ。それが基本なんで。そうだからそこから例えば右手のひらが上向いたら右行きますし、下向いたら左行くっていう単純な理解でいいんですよ。だから基本だけの動きをやってる方だったら、今みたいに右行ったら開いてる、上向いてる、左行ったら閉じてる、下向いてるっていう簡単な判断で終わるんですよ。そうだからそれが基本ですよね。一番分かりやすいっていう動きとしても判断としても分かりやすい動き。だからそこでボールを先ほどの位置にセットしてもらって、両手のひらをその向きの使い方をしてあげたら、それなりにスイングってできてくるんですよ。でアドレスがこれポイント、これゴルフの基本であってほしいポイント、僕の絶対的な基本なんですけど、自分のアドレスの基本としてはこれちょっと実践していただきたいんですが、アドレスの地点がこのクラブの角度と腕のこの角度、これがアドレスの地点が一番伸びてる状態なんですよ。スイング中にこのアドレスよりも伸びることってないと思ってください。ここから縮まる、縮まるはあっても、これ以上こうやって伸びたりしたらミスショットが出ます。それとあとアドレスの時が一番両脇が締まってます。だからスイング中にアドレスより脇が締まるってことはないです。あるとしたらダウンスイングからフォロースルーにかけて左脇は多少締まりますけど、右脇っていうのはアドレスが一番締まってる状態で、そこから開く、開きっぱなんで、アドレスよりもギュッて締まることはスイング中にない。この2つは 100% 僕の基本ですけど、でも通常の基本に入れていただきたいポイントです。わがままですよね。それぐらい大事なこと。あまりこう伸ばしたり、こうやってこっちに伸ばしたりとか、ギューってこうやって締めたりっていう風にはあまり使わない方がいいですかね。それでさっきのボールの位置と手を垂直っていうのを実践して、スイング中にずっとやりっぱなしにしてもらえれば結構いい球出ると思うんですよ。だからその基本的な動きっていうのはもちろん名前もないし、何が基本なのって言われちゃったら、いやそういう動作が基本ですよっていうことしか言えないんですけど、あとフィニッシュ、フィニッシュっていうのは両足で重心感じながらフィニッシュする方だったり、左足でこうやって乗り切っちゃう人いるんですけど、まあ、どっちにしてもフィニッシュっていうのはバランスが絶対取ってられる力加減とスピードで振ることが基本なんですよ。フィニッシュで振りすぎちゃってこうやってよろけちゃったりするっていうのは基本外のスピードで振ってる場合なんですよね。なんでちゃんとフィニッシュでバランスを取って姿勢を保ってられる力感とスピードで振ることが基本です。あとは全ての基本の中で最も一番重要な基本を言わせていただきます。インパクトをゼロに戻すこと。これは本当にトール君呆れちゃって笑ってますけど、これは絶対条件なんですよ。これができてなかったら今の全ての基本をやってもインパクトでゼロにクラブが戻ってなかったらまっすぐは飛ばないです。だからこれは基
基本の前の基本っていう状態なんで、今回の基本では言わないかなと思ったんですけど言っちゃいました。それぐらい大事なことです。なんで最後のインパクトゼロの基本も含めて、今ちょっとざっとお伝えした基本の動きだったり姿勢、ボールの位置っていうのをチェックして、例えばこれからゴルフやられる方だったり今始めたての方なんかは意識して練習をすることっていうのが大切になってくるので、練習場でトライしていただきたいポイントになります。そんな一歩意識できないよっていう人は、うん、あれ見てもらった方が、うん、やっちゃダメなことだけ聞くんだっけ。あ、そう、これは取り入れてこなかったっていうポイントの動画がありますんで、それと今回の動画と2つ並行して見ていただくと、やることが限られてくると思うんですよ。どん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 こう絞られてくるんで、なんだ簡単じゃんって来週言ってると思います。そう、ナイスショット打つことは難しいですけど、動きとしては簡単なんですよ。あとは練習の量を積み重ねていって質を高めていくことがゴルフなので、動きさえ分かってれば動きやすくなるはずなんです。それは実践していただきたいことですね。うん、絶対に。あとは最後には楽しむことです。楽しんでその動きだったりできているかなって確認しながらやってみることをお勧めします。今回はですね、ゴルフの基本について喋らせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。でも結局これカットするけど、ゼロに戻ってくれば何でもいいんでしょうか。そうなっちゃうね。だってそこしかないんだもん。要は基本も応用だから俺は言ってるけど、これをそう、俺おまけで使ってもいいけど、俺は基本も応用だと思ってます本当に。元も子もないよ。けどでも基本も絶対誰かが作ったものだから。そうだね。そうだから丸裸で、基本じゃないよね。そうそう、丸裸で自分が打つんだったら、うん、基本もいらないわけよ。ただまっすぐ飛ばすことに対して基本をやりたいとか応用をやりたいんだったらインパクトゼロしかないの。だって原理としてそうだし実際もそう。そうだからこうやって偉そうに基本はねって今動画やったけど、基本も応用だから基本も応用だからっていう言葉の意味分からないそう、目安の形としてそうあるけど全く知らないよっていう人に、うん、対してはあるけど、そうでも感覚が芽生えてきたら基本は一旦捨ててもらった方がいい。そうで、じゃあその基本どうするのって言ったら、自分が頭の中が真っ白になったらまた戻ればいいだけで、ずーっとやり続けるものではないから、感覚を優先してもらいたい。そうだから、いやもう自分は考えなくてもチバチナイスショット打てる人はなるべく基本は意識しなくて形になっちゃう。そうそう、それよりも上に行けば行くほど感性の方が大事になる、勝ってくるから感性を大切にして、そう打ってもらいたい。こうやって打ったらバチンバチン気持ちよく当たるよっていうのがあんだったら、別に今言ったのは無視してもいいってこと。そう、それはその人がそれが基本だから、バチバチ当たるのが、そう、それがその人の基本の動きになるはず。人によって違うんだよ。そう、なんかこの2分で良くなったね、この動画。いや、良くなった今までの意味なくなった20何分今まで撮った逆にそう、だからそう、これから始めたての方とかにはもちろん大事になることだけどね、うん、何にも知らないんだったらやるしかない。そう、やるしかない。そう、言い方すごい悪いけど、とりあえずの形っていうのはあるから、そう、それをやってもらって、あとはボールの位置だったりそういうのを自分のナイスショットがより出る位置に変えるだけ。基本から変える、応用から入るととんでもない位置からやるから、そう、わけわかんなくなっちゃう。とにかく普通のことがさっき説明したこと。そう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 、そう、ごくごく、そう、一般的なことが今説明させてもらったことになります。基本をやりましょう、最初は。そこから変えていきましょうね、どんどん自分色に。そう、それがいいと思います。以上です。